あ、覚えてなかった。やべえ、エングランポイントが枯渇する。残り29ポイント、もう覚えらんないぞ。頼れる兄貴分、メガテリウム。続きまして、あるあるある、この子も連れてこう。果たしてって感じだが、とりあえず一回これで行ってみるか。あ、しまった、あぶねえ、羽つけてなかったっていうね。うっかりにも程があらあな。すんません、ほんとすんません。せっかく高いとこ登ったのに全く無意味になった。羽つけてなかった。乗れるか。あ、乗れた、オッケー。じゃあ行くぞ。あら、これハザードスーツって防げないのか。あ、違う、これだ。もうほんとうっかりが過ぎるんだよな、さっきから。1個ハザード装備じゃなかったからだ。到着。さあこれどうやって降りようかな。まあ普通にカンガルーでこれちょっとずつ降りるのが正解かもしれん。よしよし。あ、やっぱ幻覚かなんかのダメージ食らうねこれ。お、なんか生えてる緑キノコ。何が取れるんだろうこれ。あー怖いねーこれ。こっから先怖いねー。まあもうここまで来たら行くしかないでしょう。3だ。え、待って待って、え、なんかの境界線かなと思ったんだけど、これただの3なのこれ。マジ痛い痛い、死ぬ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 ぞこれ、死ぬぞこれ。あ、やば、あ、死んだ、終わった。完全に洞窟だと思って行ったら、あれ3だったの。あそこ境界線かなんかで下にスーって落ちていくと思ったんだけど。ちょ、マジか。プロコプトドンを助けることはおそらくできない。助けることができるとしたら、カバンの中身なんだが、しかし。戻ってきました。戻ってきましたが、果たして、回収はできるのか。あれ3の海だったんだよね。で3の海が高さが変わるっていうのはさっきなんか分かった。この下まだいけるね。この下なんだよね。これがどんどん下に下がってくのかな。どこまで、問題はこれどこまで行くのかだよ。回収できるのかどうか、それが問題。本当にただひたすらに今下がってってるよねこれ。さっきはこれ境界線だと思ったんだよね。で普通にこの下にも行けると思ってたんだけど、違ったよ。これ3の海なんだよこれは。割と真下、一番下まで行ってんじゃないかこれ。あ、でもこれいけそうじゃないか。なんかちゃんと下がってってるもんね。回収いけるぞこれ、きっとこれいけるぞ。やーべえ、マジでこれハラハラする。おっしょ、死体残ってんじゃねえか。おっしゃ、はい、全回収、オッケー、来たこれ。
いやー、回収できた、回収できたはいいが、これ一番そこか。あ、プロコプトドンが死んでる、ごめんな、部がいないばっかりに守れんかったわ。化石がすごいあるよ、重量オーバーになってる、重すぎるっていうことだよね。あ、そうだよね、まあそうだよね。これちょっと出直した方がいい気もするな、重くて動けないもん。キノコを全部捨てよう、とりあえず盾も捨てよう、重たいから。よし、これである程度動けるぞ。出直した方のがいいのかと思いつつ、いけるところまで行っちまうんだよな。まだまだ下に下がってく、やべえ、恐ろしい。この子らはポットに入ってたから無事だった。もはや収納した方がいい。マジでこれどこまで下に下がってくんだ。あ、そこじゃない、これそこだぞきっと。きっとそこだと思うんだけど、何があんのこれ。絶対時間的猶予はないぞ。でもこれええ何これ、やばいやばいやばい、上がってきた上がってきた上がってきた。え、待って待って待って、え、何だったのあれ。上がってきてたよね、さん。え、さっきのところが一番下でしょ。アーティファクトでもあんのかなと思ったんだけど、特にそういうのなかったよね。え、終わり？出直すか、とりあえず。くそったれ。え、もう一回だけちょっと様子見ていい？もう一回だけ。いや、上がってきてる、上がってきてる。ダメだわ。全然ダメ。くそー！脱出！クライミングピッケルでの脱出は、まあ、比較的難しくはないね。それは難しくないんだけど、そこに一体何があったんだろう、よく分かんなかったな。ちょっと遠征しております。この辺でフィヨルドホークがテーブできるっていうんでね、噂を聞きつけてちょっとやってきました。いや、フィヨルドホークいるよ、この世界でね。この世界で生き抜くにはフィヨルドホークが必要。え、この下かな。え、なんか、え、何あれ。え、なんかすごいんだけど、ここまだちゃんと来たことなかった。フィヨルドホークもそうなんだけど、普通にちょっと探索しないとだな。プロコプトドンの操作技術を要求される。あ、これ横穴になってるな、ここ。あ？なんだここ。横穴になってる。洞窟か？
それともただの横穴か？